はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーエグゼイドソー動ステージ7のマキシマムゲーマーとシミュレーションゲーマーをレビューしましたので、いよいよ最後は仮面ライダーパラドックスのパーフェクトノックアウトゲーマーレベル99を作っていきましょう。今回も総とうのクロスアーマーとアクションボーディーに分かれてて、表側、上側、さらに裏側で、 パラドックスも仮面ライダークロノスの登場によって一旦は共闘しそうな感じですよね。まずはクロスアーマーの方は相当塗装がされてますが、そうですね。あんまりシールもなくって、さらに久しぶりに台座もついておりますので、 こんな感じに台座にディスプレイすることもできますが、下半身系のアーマーがごそっと余ってしまうのと、頭部パーツもステイすることができませんので、基本的にはポーズ付きに使うような感じですね。ただ、パラドックスのマークだったりとか、グリグリ動いたり、ここも稼働しますから、魂ステージほどではありませんが、結構使えますね。頭部パーツの色分けが相変わらずステージ7は素晴らしい。 アクションボディ側にはパラブレイガンも付属するようですし、一応ベースボディはある程度塗装がされてはおりますが、シール箇所はこれまでのライダーとおおよそ同じで、武器は一部シールで再現。ベースカラーもなかなかいい感じですね。はい、2、3分でシールを貼り終えました。パラブレイガンシール貼るとかなりいい感じですね。ちゃんとくるっと。 と回転して2モード変形形するような形では、ここから、クロスアーマーセットの方の頭部パーツや、各アーマーを装着しましょう。前側、後ろ側に、肩のアーマーのヒンジとかも変わってませんので、これも着せ替え対応してますね、パラドックス。ゲーマドライバーと前掛けは一体化してますから、ゲーマドライバーの裏側のジョイントをここに挿して、 後ろ側の魂ステージ用のジョイントを使ってサイドパーツをはめ込み。ということは、これを使うと台座が使えなくなるのかなと思いきや、ここにもう一個ジョイントがありますので、これを使って刺すと、ああ、なるほど。下半身パーツ装着状態でも問題なく魂ステージには対応してますね。表より下半身のこのパーツのボリュームがいい感じ。最後は武器を持たせれば、 仮面ライダーパラドックス、パーフェクトノックアウトゲーマーです。いや、この騒動もいい。 相変わらずステージ7系は完成度高っレベルアップライダーシリーズでは前掛けとかローブ周辺が軟質パーツで収まりが良かったんですけどどうしても触眼では形固定のプラスチックパーツが使われますから収まりが悪くなるかなと思いきやサンプル画像を見た時と違って実際見るとすごいスラッとまとまってて全然いいですね。 はい、横側、後ろ側、反対側、正面で、そして上半身を近づいてみるとこうで、この塗装の多さ。色塗ってあって塗ってあって、この辺も全部塗装で再現で、頭部パーツまで超絶細かい。これはレベルアップライダーシリーズの上半身と仕上げ方負けてませんよね。 目のクリアパーツこそ使われておりませんが、色分け箇所はほぼほぼ近いような仕上がり。下半身に関しては省かれてたここの金塗装が今回塗装入ってますから、全身の色の多さは相当頑張ってますね。腰の可動はありませんから、マックス大変身のポーズは取らせることができませんが、ここ、 ローブパーツがある程度開いて、下半身もそれなりには稼働しますし、変身ポーズの片腕上げとかはいけますね。 ベースの素材自体はこれまでのライダーと変わりませんから、可動箇所も共通ですが、下半身のローブパーツが、ここにボールジョイントがあって、そこを軸に動くような感じで、なので左右はこれが目いっぱいで、前後も前がここで後ろがここまでですから、下半身を思いっきり開けようと思うと、あ、でもそれなりに開きますね。 あとはここの間を使えば足を上げることもできますので、そこまでの動きづらさはないのかなと。なので普通に大股を開いて格闘ポーズなんかもできますし、パンチ状態で別の角度から見ると、ちょっとパーツを後ろにずらすような形ですね。この流れでここから足を出してしまえば、キックポーズもいけますし、 さらに、後ろ側の、ここの、ローブの根元のジョイントを使えば、ダッシュポーズだったりとか、ジャンプポーズもいけますね。思ったより全然よく動きますよ。しかも、前掛け、ここにヒンジがあって、ここも稼働しますから、心配してた下半身の稼働が全然大丈夫だ。というか、むっちゃかっこよくないですか <laughs> 超かっこよくないですかこれも。 そのままパラブレイガンを持った状態で振り下ろせば武器攻撃で、あとはスラッと立たせて、肩に乗せて構えることもできますし、かなり足を開いて横斬撃みたいなこういうポーズもいけますね。パラブレイガンはくるっと回転することでガンモードに変形しますから、そのまま首の向きを変えれば射撃ポーズも決まりますし、 まっすぐ腕を上げての攻撃ポーズもいけますね。これも魂ステージを駆使することでアクティブなジャンプ攻撃とかこういうポーズもいけます。同じ段にはマキシマムゲーマーもありますから二人合わせて対決シーンなんかもできたりとかシミュレーションとファンタジーを使ってバトル再現なんかもできますね。そういえば前回僕1個 補足があるというか、攻撃方法、連結できないですねって言ってましたが、中に持ち手がもう一個あって、これを使うことで、こうやって持たせて、この状態で腕をまっすぐにすれば、ちゃんと必殺ポーズを取ることもできました。はい、同じシリーズのファイターとパズルと並べるところで、ちゃんと触眼版でもこの3フォームが揃いましたね。 レベル99になって、これまでのタイプとは大幅に変わって、造形変わりすぎなんじゃないかって思いましたけど、やっぱそれぞれのフォームにかっこよさがありますね。さらに、レベルアップライダーシリーズと並べるところで、こちらはこれまでのシミュレーションとかファンタジーと違って、アーマーを装着するタイプではなくて、もともとこういうフィギュアですから、見た目の完成度がすでに高いんですけど、それに負けてないぐらい、 やっぱり騒動の仕上がりがすごくて、これもおおよそそのまま小さくしたような感じで、近づいていろんな箇所を比較しても、合計約800円とは思えないほどのクオリティですね。こっちは軟質で、こっちは硬いプラスチックですが、かなり綺麗なシルエットで表現されていると思います。あとは、ライダーキック も問題ななくいけますよねローブををかかしながら足を動かせばはい、全く無理なくライダーキックポーズも OK です。いろんな角度から見ても全然無理がある感じではありませんね。ローブを展開することでなびいてる感じも出てると思います。 さらに、頭部パーツを外して、今回のマキシマムゲーマーに行けますね。装着して、持たせてしまえば、あ、パラブレイガンは持てない。後ろから、あ、ダメだ。これは持てませんね。 はい、レベル99は変わりませんが、マキシマムパーフェクトノックアウトゲーマーが完成しました。この遊びすごい好き。しかも超似合ってますよね。全然無理がない感じだと思います。上半身を近づいてみると、こうですね。ちゃんと角度を変えることはできますので、 M とパラドのレベル99状態のマイティブラザーズ。マキシマムマイティブラザーズレベル99が完成しました。夢のマイティブラザーズ。ヒーローが一旦裏切っちゃった今。今後こういう4人ライダー変身とかがあり得るかもしれませんね。 はいということで「騒動ステージ7」の仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーを紹介しましたいや騒動の完成度には心が躍るなですよねすごすぎこれも思ったより下半身の稼働が良かったりとか塗装箇所が相変わらずすごかったりとか価格限界のアクションフィギュアだなって感じですねあとは各アーマーを取り外せば着せ替え遊びもできますからその辺もかなり楽しめると思います 以上「仮面ライダーエグゼイド」総動ステージ7仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーレベル99の紹介でした。